おい、さっさと答えろ、グズ野郎。お前がしたいことは何だ。20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。だとしても俺の敵じゃないがな。ああ、わかった。お前もグルなんだな。俺を騙そうとしてるんだろ。なんだ、この記憶喪失もお前らの仕業か。私は聖獣騎士団日本支部代表、メフィストフェレス。俺は一宮光、世界トップ企業である一宮カンパニーの御曹司。その文房具とやら僕が預かる。え？預かるから出せ。眠ってたんだ、ルキアは。長い間ずっと。リノン店までの距離は？よし、クレオはゴーレムに戻れ。アースエンジンインパクト。ならちょうどいい。おい、バーサーカーの。うわあ！でも、俺みたいなニート、よく面接もなしに採用する気になりましたね。とりあえずかな。他にやること思いつかないしね。死のうと思ってたのに、拉致なんかされちゃって、ここでビビってる自分は何なんだろうかと思って、ちょっと悔しい。そういう問題じゃないです。寝坊したら先輩、絶対俺の責任にしますよ。そうなったら俺何されるか。髪がちょっと鬱陶しくてね、少し切りたいと思っていたんだ。まあその前に、人類は試されている、ソレスタルビーイングによって。2週間、住み着いてる先生。用心棒だろ。待て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 、俺は正真正銘八百万の神の一人、ヤトガミだ。D はまた必ず嵐を呼ぶ。罪を集めるものかな。それはスイカ割り、おかわりね。本当か、それは嬉しい。なら俺もおすすめのケーキを用意しておこう。まあ僕もどっちでもいいけど、面白い子が入ってほしいよね。こいつが裏切ったり暴れたりすればすぐに俺が殺す。上も文句は言えんはずだ。俺以外に敵役がいないからな。